You're currently watching Duckman Yoshi TV。ということで、先ほどコービー・ブライアントと彼の娘ジアナ・ブライアントさんに追悼を行ってきました。携帯を見ながらになりましたが、しっかりと皆さんのメッセージも心の中で唱えてきました。現場はたくさんの人であふれており、メッセージを地面に書いてる人もいれば泣いてる人もいました。たくさんの人に尊敬されているのを見て、改めて彼の偉大さを感じました。コービー・ブライアントさんとジアナ・ブライアントさんには心からご冥福をお祈りします。1.5 億円も健康に投資するレブロン・ジェームス。 What's going on guys? ダンクマン・ヨシです。はい、今回はこの方、バスケ界のキング、レブロン・ジェームスについてです。あんまりバスケットを詳しくない人でも、彼だけは知ってるって人も結構いると思うんですけど、彼は今年17シーズン目ですよ。まあ、先週なんかね、35歳になったばっかりです。ほとんどの場合、バスケ選手もスポーツ選手も一般人でも30歳を超えると、まあ、体のパフォーマンスがどんどん下がってきて、まあ、能力が衰えていくって言うんですが、レブロン・ジェームスに関してはね、もう全く衰えてないと。なんだったら今年さらに進化してると。そこでね、ちょっとトレーナーとして、彼がね、これだけの運動能力を長年維持できるのは何かしらの秘密があるはずだと、そう思ったので、彼についてちょっと調べてみました。彼がね、彼自身の健康に対してどういうことを行っているかっていうのを調べてみたんですね。そしたらなんと、とてつもない事実が分かりました。なんと彼は約年間 1.5 億円も彼のボディメンテナンスに費やしていると。その健康を維持するための費用ですね。いや、 1.5 億円って一般人の僕にとってはもう全く感覚も見当もつかないんですけど、まあ、そこでね、この 1.5 億円どういったことに使って 1.5 億円なのかとちょっと調べてみました。まあ、そこに入っていく前に彼の業績について軽く触れておきましょうか。彼はコート外でも活躍してるってイメージがありますね。2018年には彼自身で I Promise School という学校を彼自身で設立しました。この学校を作った彼の思いとしては、まあ、恵まれない子供やチャンスがない子供に対して、まあ、チャンスを与えるために作ってあげたと、そういった思いを込めて地元アクロンに作ったそうです。素晴らしいですね。本当に人として尊敬します。まあ、バスケットコートでの活躍はみんなも知っての通りですね。3回の優勝、3回のファイナル MVP、 4回のシーズン MVP、 オールスターには15回出ており、そのオールスターでも3回の MVP を取っております。これだけ MVP を取りまくってる人って現役で他に誰かいますかね。まあ、とてもすごい人だというのは分かってもらったと思うんですけど、はい、次は彼の健康の秘密を探っていきます。彼はどうやらその彼の元にチームを結成してるらしいんですね。そのチームの構成内容は栄養管理のエキスパート、フィジカルセラピスト、サイエンティストで、回復などを専門に見るリカバリーコーチで、マッサージセラピストで、専門のシェフとで、パーソナルトレーナーね。まあ、この他にも元アメリカ海軍の特殊部隊にいた人もいるらしいです。このチームは常にレブロン・ジェームスの健康を最高の状態にするためにはどうしたらいいかと常に考えており、スタンバっているそうです。もうだからもうすでにここでもう人件費が半端ないってことですよね。これだけの専門知識を持った人たちを雇っているので、まあ、ここの人件費だけに対してもかなり使っているはずですよね。まあ、一種の会社のようなものですよね。チームレブロン・ジェームスのこれだけ人数がいたら。はい、それでは次の秘密です。はい、このクライオセラピー、まあ、自分もね、前に1回だけやったことあります。何かというと、こうやって筒状になった機械があって、そこにスポンポンになってバスローブみたいなもの羽織って入るんですね。で、その機械がむっちゃくちゃ冷たくなって、だいたいマイナス120度から196度、その状態で数分間体を冷やします。これがクライオセラピーなんですけど、これの効果は自然注力を高めてくれると、肉体疲労や筋肉の疲労をリカバリーしてくれると。あとね、これ女性も結構使ってるんですけど、美肌効果、ダイエットの効果などもあるようです。だからまさにアスリートにはうってつけのシステムですよね。僕がいた時にそのクライオセラピーの人に聞いたのは、体を極限の状態まで冷やすことによって、脳をね、このままじゃ寒すぎても体がどうにかなるって勘違いさせると、そうさせることによって体の中に眠っていた力をね、呼び起こすっていうことらしいんですけど、時間が切れる前にもう出たくなるぐらいむっちゃくちゃ冷たかったです。はい、それでは次の秘密に迫っていきましょう。
はい、ハイパーバリックチェンバー、僕もこれを見るまで全然これが何かって分かんなかったんですけど、体を加圧して筋肉にね酸素を入れていくと、まあ、そうすることによって筋肉の回復を促進して、まあ、捻挫とかして腫れがある場合はそこの回復も促進してくれるし、骨折してる場合はその骨の形成とかも助けてくれるらしいです。これ使うのもすっごく高いらしいんですけど、レブロン・ジェームさんもこれが大のお気に入りで、自宅にも1台買ったようですね。はい、それでは次の秘密です。はい、ノーマテックリカバリーブーツ、これも僕もインスタグラムとかで見たことあったんですけど、見ての通り体にはめることによってその体の回復を助けてくれるみたいですね。レブロン・ジェームスは毎試合後これを使って体の回復を手助けしてるみたいですね。はい、それでは次の秘密です。彼が取っているドリンクの一つでエレクトロライトドリンク、これ何かっていうと電解質の入った飲み物を飲んでいると、これを飲むことによって体内の水分のバランスを整える、あとは血圧を安定させてくれること、筋肉の収縮や心臓の動きを助けてくれるみたいです。あとは先ほど言ったように栄養士が常に周りにいて、例えばちゃんとビタミンが取れているかとか、タンパク質や炭水化物はちゃんと取れているかとか、そういったことを常々確認しているそうです。そして彼はいつもお気に入りのシェフを帯同させており、グレンさんっていうんですけど、オリンピックで海外に行くときや、まあ、小さなパーティーに行くときも常に彼を連れてってるみたいですね。で、彼に食事を作らせてると、それぐらい彼の料理を気に入ってるみたいです。彼が作る料理の中でも特にお気に入りは鶏肉とエビのパスタです。このメニューを食べない時は主に魚と野菜をメインで食べてるそうです。そしてシーズン前は通常よりも体脂肪率が少し高い状態に合わせていけるように調整してるみたいです。というのはシーズンが始まると、試合をたくさんして体脂肪率は落ちるので、その落ちた後でもそのちょうどいい状態であるためにシーズン前はちょっと多めの体脂肪率を狙ってるみたいですね。やはりそのバスケットの試合になってくると体脂肪率も少々ないと体の当たりとかで負けてしまうので、ある程度の体脂肪率も維持しなきゃいけないっていうことなんでしょうね。このように彼は健康のためだったらお金を使うことに躊躇がないと。はい、では次は彼のトレーニングについて見ていきましょう。彼は1週間に5回から7回トレーニングしているそうです。それに加えてヨガクラス、ピラティスクラス、スピンクラスなどをやってるみたいですね。トレーニングをする日もしない人も彼は統一して朝5時に毎朝起きてるみたいです。いやストイックですね。シーズン中は専属のパーソナルトレーナーがついていて毎日トレーニングしているそうです。これはもちろん試合に影響が出ない範囲で負荷とかを調整してやってるみたいです。彼のインスタグラムとか見ていたらわかると思うんですけど、自宅にもしっかりとトレーニングの器具が揃っております。これは彼がいつでも筋トレをしたいっていうことと、トレーナーもいつでもそこに呼べるようにスタンバイしてるみたいです。元チームメイトのマイク・ミラー選手が彼についてこのように話していました。レブロン・ジェームスはフィットネスと健康に対しての投資が一番大切な投資だと話していたと。何よりも健康とその健康維持を重要視していると。この話からは彼のバスケに対しての本気さが伺えますよね。それだけバスケットが好きなんだと、インタビューでも言っておりましたが、できるだけ長い時間はバスケットコートで過ごしたいので健康にはこだわりまくっていると。はい、ということで以上が僕が今回調べた結果だったんですけど、これ以外にもまだまだたくさんあるんでしょうけど、健康の分野といえど 1.5 億円を使うっていうことはあまりにも現実味がなくてイメージしにくいんですが、ただその健康に対してそれだけ真剣に考えるっていうことは分かりますよね。この部分は僕も含めてみんな見習うべきだと思います。ということで今回はレブロン・ジェームスの健康の秘密を探っていきましたが、皆さんはどう思いましたか？予想通りでしたか？それともびっくりしたところはありましたか？ぜひぜひコメントしてください。はい、ここからは NBA ニュースです。今回のことでブルックリン・ネッツのカイリー・アービング選手はかなり取り乱しており落ち込んでいるそうです。オーランド・マジックのテイランス・ロス選手はコービーに敬意を払って背番号を8番から31番へと変更したそうです。ブルックリン・ネッツのスペンサー・ドゥインディ選手がコービーに敬意を払って彼の背番号を8番から26番へと変更したそうです。ロサンゼルス・クリッパーズのモー・ハクレス選手はコービーに敬意を払って彼の背番号を8番から11番へと変更するそうです。ロサンゼルスレイカーズのクイーン・クック選手はコービー・ブライアントと彼の娘ジージーさんに敬意を払って背番号を2番から28番へと変更するそうです。ペリカンズのジャリール・オカホー選手はコービーに敬意を払って彼の背番号を変更するそうです。ゴールデン・ステート・ウォリアーズのアレック・バークス選手はコービーに敬意を払って彼の背番号を8番から20番へと変更するそうです。現在 NBA のロゴであるジェリー・ウェストさんは彼のロゴではなくコービーのロゴに変え
えてほしいと考えているそうです。 NBA のロゴをコービーのロゴに変えてほしいという署名は240万以上も集まっているそうです。ですが今のところ NBA は現在のロゴを変えるつもりはないそうです。そのジェリー・ウエストは2007年に実はコービーがレイカーズからクリッパーズに移籍しようとしていたことを告白しました。レイカーズの選手はかなり落ち込んでおり、何人かの選手にはカウンセラーに会わせているそうです。ペリカンズのザイオン・ウィリアムソン選手はオールスターのライディングスターのゲームに参加したいと話しているそうです。ポートランドブレイザーズのカメラ・アンソニー選手はブレイザーズで引退したいそうです。オーストラリアのプロリーグでプレーしていたロンゾ・ボールの弟ラメロ・ボール選手はオーストラリアから無断でアメリカに帰ってきており、これに対してオーストラリアのコーチ陣はかなり失望しているそうです。ボストン・セルティックスのケンバ・ウォーカー選手も彼の背番号を変えることを検討しているそうです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。